はい、どうもこんにちは。世界一になりましたニテラです。よろしくお願いします。はい、今日もねやっていくんですけどね、今日はね今日はこれ、はいはい、これはい、目覚まし時計ね、目覚まし時計ね、後ろのね蓋ね、なくなってます。はい、なくなってます。はい、なんかよくまああるあるですよね。ね、目覚まし時計の時計の、電池パックの蓋なくすはね、もうあるあるなんですよね。皆さんなくしてる方多いんじゃないでしょうか。うん、で僕が言いたいのは、最近であるスマホのアラームばっかり頼ってませんかって言いたいんですよね。スマホのアラーム確かに有能です。確かに有能なんですけど、やっぱスマホって常に触りまくるがゆえ、オンにしてたと思ったのにオフになってたみたいなこと結構あるんですよ。ってなった時に、この目覚まし時計で常にね、セットしておけば、スマホ鳴らなかった。でも毎回セッティングしてたこっちのね、こっちの方の目覚まし時計鳴ったよみたいなことが結構ありますし、結構ねこの音が結構なんつうの、なんか気持ちいい音というかね、うん、今音鳴りませんけどね、音ね、自動再生みたいなそんな機能もないですからね、鳴りませんけど、なんかすごいなんか聞き心地のいい、あピピピピピピっていうね、うん、なんか古き良き時代の音みたいな感じで、なんか音がバーン鳴りますから、いいんじゃないでしょうかっていう、ただそれだけの紹介です。はい、そういうことです。今日は、はい、うん、アラームに頼ってばっかいいんじゃねえよってことを言いたかったんですよね。いつかね、社会人になった時に、寝坊したらね怒られますよってね言いたいんですよ僕は。はい、うん、まあ、そんなところでね、締めが悪いですけど終わります。じゃあね。